霊夢さん今回の期待なのですが。翔星さん今回はシードに登場してくる期待だね。この期待はとある期待を込めて開発されたのですが。当時無敵を誇ったモビルスーツに唯一対抗できる武器を装備させたということでね。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。それでは早速今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが、当時無敵を誇った機体に唯一対抗できる武器を装備したモビルアーマーとはメビウスゼロでございます。メビウスゼロってもともとどういった経緯で開発されていったのかな。もともと銀河戦場に初登場した時に戦ったモビルアーマーミストラルは5機が大破したのに対し、銀はたった1機のみでした。この時にはまだメビウスゼロが配備されていなかったから完全に敗北したんだよね。この敗北を重く見たシュノーベはプラントへの核攻撃を決行したのです。なんでジンの方がミストラルよりも優位に戦えたのかな。一つは当時のモビルアーマーが構造上前に進めなかったことに起因します。だからジンにすごく先を読まれたのかな。その通りですね。さらに相手のモビルスーツの方が新しく開発された最新のシステムを用いていたにもかかわらず自ら接近戦を挑んでしまったことも敗因の原因ですね。モビルスーツは人型だから自由に動き回れるしね。そういった新型のモビルスーツに迂闊にも近づいて戦ったのは当時のミストラルのパイロットたちがジンという新しく開発されたモビルスーツを甘く見てしまっていたからですね。この戦いでジンに脅威を感じたシュノーベが今回ご紹介するメビウスゼロの開発に踏み切ったんだね。そして軍は期待を込めたモビルアーマーメビウスゼロの量産化を決断します。メビウスゼロといえば頑張れるだけどちょっと理解が難しいかも。シードには頑張れる特性という特殊能力がありますが、これは非常に優れた空間認識能力でニュータイプ能力とほぼ同一のものと思われます。イメージとしては感覚的には自動車のオートマチックでコンピュータ制御がありますが、自動制御ですからドライバーが通常制御できるものではないのですが、ドライバーが慣れてくると自動制御のパラメータとなるアクセルやブレーキ、ハンドル操作といったものを使ってオートマチックの変速を制御するようになります。これに近い仕掛けのようなイメージがありますね。このメビウスゼロはコクピットがある細長い本体があります。そしてその本体を4つのガンバレルが囲んでいます。独特のフォルムをしているよね。一度見ると忘れることのできない独特のフォルムをしていますね。機動性に関してはスラスターがガンバレルに搭載されていますので、直進能力は当時のモビルスーツと比較してもより速いスピードが出ていたようです。ただ方向転換には基本的に小型の補助スラスターを使うしかなく、旋回性能はかなり悪かったようですね。近接用の武器もほぼないですから、敵と離れたところのポジションを取り、急速に近づき攻撃、そしてすぐに加速して逃げるという戦い方がメインですね。そして本体を囲んでいる兵装ポッドのガンバレルが4体あって、全方位に展開することができるんだよね。ですね、このガンバレルは優先式でして、オールレンジ攻撃が可能となっておりますね。だからガンバレルを扱うことができるスキルの高いパイロットが操縦すれば、当時無敵って言われていたあのジンに唯一対抗できる機体がこのメビウスゼロなんだよね。ですね、ただメビウスゼロの要であるガンバレルは一般兵には到底取り扱うことが難しく、一部の熟練されたパイロット向けに少数が生産されるにとどまったのでした。さらに真正面からジンと対峙した場合、小回りがほとんど効かないことが致命的で、実際にガンバレルをうまく扱うことができた熟練のパイロットたちもその多くは戦死してしまい、事実上ムーの専用機となってしまいました。ムーくらいしか完璧に扱うことができなかったモビルアーマーか。それだけムーのスキルがすごいということが証明されたことでもありますね。ガンバレルを扱うのって相当難しかったみたいだけど、やっぱりジンを攻略できるものっていうことで期待がものすごく大きかった。
ガンバレルは、やはりメビウスゼロの最大の特徴とも言うべき装備で、使用するときには、本体から分離をさせます。それで、敵に対して、オールレンジ攻撃ができるんだよね。さらに、リニアガンを含めれば、5方向から同時に敵を攻撃することが可能なんですね。そこで、当時の MS と MA の戦力差を埋めることができたと。ただ、実弾ですので、PS 装甲には弱かったんです。ですので、弾発を当てたくらいでは、相手を撃破することはできないのですが、集中砲火を浴びせれば撃破可能でした。その結果、当時の無敵ぶりを誇っていた、ジンにも勝てる唯一の機体となったのでした。優先式だから、展開できる範囲は限られているんだよね。そこは弱点でもあるのですが、でも、そのワイヤーを利用して敵を捕獲することも可能なのです。いずれにしても、当時としては、とても強力な装備であることには間違いないね。ですね、ただ、このガンバレルを取り扱うには、非常に高度な空間認識能力が必要な上、ガンバレルを常に意識した状態で、本体であるメビウスゼロの操作もしないといけないことから、本機を完璧に扱えるパイロットは、ほぼ現れなかったという結末になりました。そんな期待を一身に背負ったメビウスゼロだけど、あまりにも悲しい展開が待ち受けていたんだよね。そもそもパイロットがいない状況だったのですが、その中から絶対的な空間認識能力を持つパイロットが選出され、メビウスゼロ部隊が結成されることになります。そしてエンジュミオンクレーターでの戦いにおいてザフト部隊を引きつけるおとり役にされてしまうのです。その結果、メビウスゼロ部隊はサイクロプスによって壊滅状態にされてしまった。しかし、さすがというべきか、ムーが乗る機体のみが生き残りました。そして、軍上層部はこの戦いの大敗をごまかすために、ムーにエンジュミオンの鷹という異名をつけて英雄として祭り上げたのです。これは戦争の時に追い込まれた側がよく使うごまかしだよね。その後、唯一生き残ったムーが乗っていたメビウスゼロも宇宙から地上に戦場が移ったことで搭乗機会もなくなり、その後の行方はわからなくなってしまいました。はい、今回はメビウスゼロについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方は、チャンネル登録をお願いします。